ーチャンネルをご覧の皆様、こんばんは。古着屋ことなディレクターバイヤーのいっちょと申します。よろしくお願いいたします。今回の動画では、今の時期にね、ぴったりなアイテムをご紹介するとともにですね、まあ、そちらのアイテムを使った、コーディネートもご紹介していこうと思っております。ぜひ最後までお楽しみください。はい、で今回ご紹介させていただくアイテムなんですけど、こちらになります。コロンビアブラックレーベルさんとモンキータイムのダブルネームの、2019AW にリリースされたスキージャケットというアイテムになります。ボディがこんな感じで黒とベージュで、切り替わったナイロン素材の、ボディを使用していて、中綿が入っていて、さらに裏地にはフリースを使っていてっていう、まあなんか一見こう表面はね、あのナイロン素材使ってるので割と涼しげな印象だけど、しっかり中綿入ってるし、裏地にもフリース使ってるし、まあ防寒性もあるアイテムなので、結構冬終わりからほんと春にかけては便利なアイテムかなっていう風に思います。まあ僕自身結構ね、この時期本当に着るものってすごい悩んだりしますけど、やっぱりね、表面がナイロン素材だと割となんかこう春っぽい陽気の日でもなんか春っぽさを感じられるというか、どうしてもね、表面ボアとかだったりウールとかだったり、なんかこう起毛だったものだと少しなんつうんだろうな、なんか暑苦しいイメージになってしまうと思うので、やっぱりなんかこう春がそろそろ来るなっていう、なんか時期に着るにはどうしてもなんか気が乗らなかったりするんですけど、このくらいのやっぱナイロン素材でけど中綿入っていてみたいな防寒性の高いアイテムだと、比較的本当に冬から春にかけて着るのにかなり、調子がいいので、僕は結構こういうアウトドア系の中綿入りのジャケットみたいなアイテムはすごいおすすめなんですよね。まあ実際こちらのアイテムはあんまりこうアウトドア感がそこまでなくて、なんかコロンビアさんっていうと結構ゴリゴリのアウトドアブランドなんで、やっぱりどうしてもね、なんかこうリリースされてるアイテム見るとアウトドアっぽいなっていうアイテムが多いんですけど、まあやっぱりこちらモンキータイムさんとのコラボということで、なんかしっかりシティユースに落とし込まれていて、まあこの辺の切り替えデザインもそうですし、ベージュの色味もちょっとピンクベージュみたいな、色味で、そこがおしゃれなのと、あとこういうジップ部分にもねバーガンディ使ってたり、まあこの辺の裏地にもなんかブラウンよりはちょっとバーガンディっぽい、ブラウンの色味を使用してたり、なんかこう正統派な色味を使うんじゃなくて、なんか絶妙な曖昧なおしゃれな色味を使っているのが、やっぱりモンキータイムさんがこれコラボしてるならではの、デザインなのかなというふうに思います。まあ実際ね、シルエットも面白くて、結構身幅は広く取られてる割に丈が短めで、まあ一応80年代から90年代ぐらいのコロンビアさんのスキージャケットを、ベースにしてるアイテムなんですけど、やっぱりそれをちょっと現代的にこう身幅を広く取ってちょっと丈短めにして、まあなんか今っぽい、デザインに落とし込まれたデザインも非常にかっこいいなと思って、まあこちらは買い付けたアイテムになります。まあ実際こちらの、アイテムを使ってですね、今回は5つの、コーディネートを皆様にご紹介したいと思います。まあこういうアイテム持ってる方だったり、まあこの動画見てね、こういうアイテム欲しいなっていう風に思った方は、ぜひコーディネートも参考にしてみてください。それでは早速コーディネートご紹介していきたいと思います。はい、早速一つ目のコーディネート組んでみました。こんな感じになります。まあ、パンツは今日履いていたものなんですけど、デサントの、少しこうライトな、ブラウンの色味のパンツを合わせて、まあ、僕はアースカラーでね、全身合わせるの好きなので、アースカラーのパンツに、インナーも、ユニクロさんのこちらエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツですね、こちら、ちょっとライトブラウンぐらいの、色味のものを合わせてあげて、まあ、比較的こうアースカラーで、キャップもシューズも合わせて、全身コーディネートしてあげたようなスタイリングになります。はい、こんな感じでね、まあ、アースカラーで合わせてあげてもすごいかっこいいですよね。一応形はこんな感じの形になります。やっぱり身幅が結構広くて丈が短めなので、でアームもかなり広めに取られているので、中も着込んでいただけますし、本当ね、中綿もそんなパンパンに入ってるわけじゃないので、ある程度コンパクトな見た目を楽しめますし、あとね、最大の特徴としてはこのダブルジップってとこですね。ジップがね、こんな感じで、下からも上からも開くようになるので、まあジップ閉めてもらうとこんな感じの、形で、またこう下からね、ジップ開けてもらうとこんな感じだったり、あと逆に上だけこうやって開いてあげると
こんな感じだったりって結構ね、このジップ部分をどこで留めるか、まあ、また開けても全然見栄え変わると思いますし、結構ねこのジャケットに関しては本当ジップの締め方とか、まあジップ締めないで逆にこのマジックテープでこうやって留めてあげたりしても結構ねこの辺の締め方の塩梅で見た目が変化してくれるので、そういう楽しみ方ができるのも一ついいところかなというふうに思います。こちらのコーディネートに関しては本当明日からで全身まとめて、まああんまりこう色がコントラストつかないように、まあシンプルにまとめてあげました。まあ今日ちょっとサングラスとかしてないと若干可愛くなりすぎちゃうかなということで、こちらサングラスをして少し大人っぽく引き締めたようなスタイリングになります。いい感じですね。ということで、1つ目のコーディネートこんな感じでご紹介しました。じゃあ続いて2つ目のコーディネートもご紹介したいと思います。はい、続いて2つ目のコーディネート組んでみました。こんな感じですね。まあ、先ほど、全身アースカラーでまとめたんですけど、今度はこちらの黒の、まあ、2トーンのアウターなので2トーンの色味の黒の方を拾ってあげて、全身黒の、アイテムで合わせてあげました。パンツはフェイクレザーの黒のパンツですね。それから足元は黒のレザーブーツ、それからキャップにも、黒のレザーキャップ持ってきて、まあ、黒は黒でもちょっと光沢のある黒の色味を持ってきて、より男っぽい印象で、コーディネートしてあげたような感じになります。まあね、これ、前はちょっと開けてもいいんですけど、開けちゃうとちょっとまたインナーの合わせとかが結構バランス取るの難しいので、このコーディネートに関してはちょっと締めた方がかっこいいかなと思って締めてコーディネートはしてあげてます。で、全部締めるとなんかちょっとこうリブが締まりすぎちゃうなって感じだったので、少しバランス取れるように、少しだけこちら下からジップ開いてあげて A ラインで、着てあげてます。はい、まあ、こんな感じでね、先ほどのやっぱアースカラーで全身まとめるのとは違って少しもうちょい男臭い印象で、まとめてあげたコーディネートになりますので、まあなんかちょっと男臭い印象でまとめたい人はなんかはちょっとこういう光沢のある黒のアイテムなんか合わせてあげるとなんかちょっといかつめな雰囲気出てくれていいかなと思います。ということで2つ目のコーディネートをご紹介させていただきました。じゃあ続いて3つ目のコーディネートもご紹介していきたいと思います。はい、続いて3つ目のコーディネートになります。こんな感じですね。3つ目はちょっとパンツ白パンで合わせてみました。で、白パンを合わせたんですけど、ちょっと白パンは腰履きしてあげてよりこうルーズな感じでちょっとストリートっぽい、印象で履いてみました。で、インナーにはですね、まあこの黒とベージュの中間色がまあブラウンなので、まあブラウンぐらいが馴染むかなと思ってブラウンの、ニットを合わせてあげて、足元と、頭にもブラウンの、小物持ってきました。で、頭は今回はニット帽を合わせてます。まあキャップだとちょっとなんか若くなっちゃうかなと思って、なんかニット帽ぐらいの方が個人的にはいいストリート感が出るかなと思ってニット帽合わせてあげてます。で、前はなんかこう締めるよりなんかこんくらい、パンツを落として履いてあげると結構ね太めのやっぱシルエットになるので、太めのシルエットに対してちょっと締めちゃうと若干バランスが悪いなってことで、前は開けて着てあげてます。まあ、こんな感じのちょっと白パンスタイルなんかもね、こういうアウトドアっぽいアウターにはハマるので、こんな感じでコーディネートしてあげてもかっこいいかなと思います。じゃあ続いて4つ目のコーディネートご紹介したいと思います。はい、続いて4つ目のスタイリングになります。こんな感じで組んでみました。まあ、ちょっとコンビニまで行こうかなとかちょっと散歩しに行こうかなぐらいのラフなコーディネートになります。パンツにはユニクロと JW アンダーソンのスフレアンパンツですね。こちらグレーのものを合わせました。まあ、なんかパンツに関しては今スフレアンパンツ履いてるんですけど、全然あのグレーのスウェットパンツとかで合わせてあげてもいいかなって思います。こんな感じで、インナーには、またエアリズムコットン T シャツ、こちらのユニクロ U のものですね。こちらでちょっとこちらの、ボディの色味と合わせてインナーは、色合わせして、で、足元にはナイキとジュニア渡辺のコラボのブレザーですね。こちらで、まあ、ちょっと上の、アウターとまた色挟んであげるような感じで、色合わせしてあげて、最後頭にはですね、こちら、ベージュのキャップを持っていってって感じで、色のバランスは取ってあげました。まあ、最後ちょっとなんかラフ感出したかったのでさらにメガネも、つけてあげて、まあ、ちょっと本当に家からコンビニ行こうかなぐらいのテンションでラフに組んであげました。はい、じゃあ続いて5つ目のコーディネートもご紹介したいと思います。はい、5つ目のコーディネートはこんな感じでまとめてみました。まあ、チェックパンツを合わせてちょっとクラシックな雰囲気にまとめてみました。
まあ、インナーにはですね、こちらバーガンディの色味の、オールドギャップのニットを合わせてます。まあ、こちらのね、結構ここのジップとかだったり、結構ここのボアの部分もまあ割とバーガンディに近い色味使ってるので、バーガンディも合うかなと思ってインナーはバーガンディを、差し色にしました。で、パンツは、バイナルアーカイブさんのチェックパンツですね。ちょっと細身のものを合わせてあげて、まあ、クラシックな、雰囲気に、しています。で、小物は相変わらずブラウンですね。足元にはドクターマーチンのブラウンの革靴合わせて、頭にはニューヨークハットの、リネンのハンチング合わせてって感じで、やっぱりハンチングとか合わせてあげると、ちょっとストリートからね、またワークな雰囲気になるので、まあ、こんな感じでちょっと、ワークな雰囲気に落とし込んであげたような、スタイリングになります。はい、以上5つのスタイリングご紹介させていただきました。はい、ということで、今回はですね、こちらのコロンビアブラックレベルさんと、モンキータイムのダブルネームのスキージャケットを使った、5つのコーディネートを考えてご紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。もう本当にいろんな着こなしできるアイテムだと思います。もう本当にスウェットパンツとかで抜いてみてもいいし、本当フェイクレザーパンツみたいにね、ちょっとカチッとさせて、着てあげてもいいし、まあ、チェックのスラックスとかで本当クラシックに、してあげてもいいし、いろんなコーディネート幅あるアイテムだと思うので、まあ、ぜひぜひこういうアイテム挑戦してみてください。まあ、本当に3月終わりぐらいまでね、まあ、4月になったらちょっと暑いかなとは思いますけど、まあ、なんかこのくらいの中綿入りのアイテムだったら多分3月終わりぐらいまで重宝できますし、着始める時も割と10月ぐらいからもう着られるかなって思うので、かなり幅広い、季節に着られると思います。まあ、あとこの手のアウトドア系のアイテムだと結構あの流行り廃りがない分、トレンドに左右されずに割となんか毎年着られるようなアイテムになると思うんですよね。結構なんかこうモード系のアイテムとかデザイン性の高いアイテムとかって、割となんか今年はこれすごい流行ったけど、もう来年になったらちょっと微妙だなっていうアイテムとかたくさんあると思うんですけど、こういうアウトドア系のアウターとかって、まあなんかもうあんまり流行りも廃りもないっていう意味では、なんかもう本当にいつになってもそんなに飽きが来ないデザインだと思うので、かなり重宝できるアイテムだと思うので、まあちょっともう本当に3月終わりぐらいでね、着る時期なくなっちゃうかもしれないですけど、また次の年も着れるってことを考えると、かなり、この辺のアイテムは今の時期買っても、いいアイテムかなと思うので、僕はおすすめしたいと思います。で、今回こちらスキージャケットっていうアイテムで、ちょっとまたねアウトドア系のブランドではあんまり出てないアイテムなんですけど、マウンテンパーカーとか、調べていただくと結構アウトドア系の、ブランドさんがマウンテンパーカーだったら出してるので、ちょっとこれ丈短めのタイプで、マウンテンパーカーとかになるともうちょい丈が長いものが多いんですけど、まあ、マウンテンパーカーで検索すれば結構いろんな種類の、こういうアウター出てくると思うので、ぜひぜひ皆様チェックしてみてください。はい、ということでですね、ちょっと最近ユニクロの動画続きだったので、ちょっとユニクロじゃない動画作ってみたいなということで、今回はアウトドアブランドのね、おすすめのアウターをご紹介させていただきました。こんな感じでですね、今後もなんかユニクロにあんまり偏りすぎないように、まあいろんなブランドだったりいろんなテイストの、アイテムもご紹介させていただこうかなと思っておりますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。で、普段僕は、渋谷と原宿の間ぐらいの場所で、コドナという古着屋さんもやってます。今回ね、結構スタイリングで使ったアイテムもコドナの、商品が何着かあるので、そちらのアイテムとかも概要欄に載せておきますので、もし欲しい商品あればぜひぜひ、ご購入もいただければと思います。まあ、ぜひ、ちょっとこんな状況下でね、なかなかちょっと都心には出にくいかもしれないですけど、ぜひ原宿とかにね、お寄りの際はお店の方にも遊びに来ていただけたらなと思ってます。で、お店の方では、商品買えるだけじゃなくて、スタイリングとかもね、よかったらご提案させていただきたいと思っておりますので、まあ、ぜひ、接客されたいという方は、来る前に事前にインスタグラムの DM とかで僕にご連絡いただければご接客もさせていただきますので、よかったら、お店に来ていただいて、まあ、そのお客様に合った僕もね、スタイリングコーディネートいろいろとご提案したいので、まあ、ぜひぜひ DM を送っていただいて、まあ、お店の方にも遊びに来ていただけたらと思います。まあ、精一杯かっこよくできるように頑張りますので、ぜひぜひ遊びに来てください。それでは、今回の動画はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。あ、最後に、高評価ボタンよろしくお願いします。あとコメントなどもありましたら、よかったら、この動画の感想などいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。一応でした。